鎌倉殿の13人、源の範頼についてお話したいと思います。頼朝、範頼、義経は皆さんお父さんは義朝なんですけれども、それぞれお母さんが違います。範頼はですね、静岡県の浜松に流されておりまして、その流されていた場所がカバの御厨という場所だったことからカバ殿と呼ばれています。どちらかというと坂東武者よりも開元寺武田氏との関係が深かったということが分かってます。こんな範頼ですけども、非常に頼朝の信任は厚くてですね、ほぼ全ての戦いで、司令官として出陣してますし、最終的には権力争いに巻き込まれてですね、謀反を企んだと言われておりますけれども、これもですね、頼朝の対抗勢力になりうる力を持っていたということです。そんな範頼にも伝説があります。実は伊豆の修善寺では死なず、越前福井県や、今の埼玉県武蔵国に生き延びたという伝説があります。義経よりはちょっと地味です。